まあ、色のその時によっても違いますけど、一番こう平和の時、まあ、天下太平っていうかね、なんとか元禄とかっていった時代、その時にやっぱりこう城下のね、そういうお武家様がいるようなところではなくて、まあ、普通のこう一般ピープル、まあ、町民たちがこう集うような下町のところで、まあ、平和な、ね、姿が、まあ、物売りの、呼ぶ声とかね、こうしたりとかね、アサリシジミアサリシジミみたいな声が聞こえてきてね、まあ、その辺でこう犬や猫が、こう喧嘩したりとか、ワンワンニャニャとかってそういうような子供たちが遊び、まあ、そんな一角からこうお店の中からね、こう番頭さんが出てきて、いやどうもどうも、まあ、毎度ありがとうございます、ああまたお越しくださいまし、いやどうもありがとうございました、そんなところでね、地方から出てきた若い奥さんがねこう出てきました、はい、ああこれこれいらっしゃいませ、何を差し上げましょうか、いいえ手前ども先日旦那様にお願いしたもので、ここにおりますのがお世話になります奉公人の福助、私はその母親でございます、おーおーおお、旦那様からお聞きしておりました、そうですか、それで今日からご報告、ああそうですか、いや福助ちゃん、おじさんが番頭の聖吉だ、よろしく頼みますよ、よろしく、これ福助番頭さんにご挨拶なさい、でも、まあ、福助は小さい子供ですからね、もういきなり言われても緊張しても泣きそうです、もうそれで泣きそうになりながら、どうぞよろしく、よーます縁起物、小判抱えた招き猫、それと忘れちゃならぬのは福助、福助エビス顔、福助、福助エビス顔、にっこり笑ってガクガク、どこの今どの日の居心地、奉公人の福からでかい顔、でかい頭と笑われる、だけどこの人いつだってニッコリと、ふくすけふくすけエビス顔、ふくすけふくすけエビス顔、まちまちまちの人形、ニコリ笑って座ってなさい、誰も犬よりマシだろうが、店に座らしゃあら不思議、ふくすけふくすけエビス顔、ふくすけふくすけエビス顔、押すな押すなとガクガク、いらっしゃいませ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 、そんな話が福助おりません、ならばせめても人形をうちの店先置いたな、